ドイツ DS への期待ということで、私の方からは、常日頃考えていることも含めて、お話、あるいはご紹介させていただければと思います。これはデータサイエンス共同利用施設、基盤施設、ロイス DS のパンフレットから取ってきたものです。ごめんなさい。先ほど藤山先生の方から詳しくですね、この施設の目的とか、それから成り立ちとか、それからどんなことをこうしているかということをご説明いただきまして、大変ですね、やっぱりこう歴史とともに発展してきたなっていうのが、実感するところですね。で、データ駆動研究で研究者を支援する分野融合的な共同利用共同研究拠点ですっていうことがパンフレットの方にはなっておりまして、こういったその研究拠点、あるいは共同利用拠点っていうところの目的を非常に強く意識して、取り組まれてこられたんだなっていうことがとてもよくわかります。で、私はこのロイス DS のですね、発足が確か200016年だったでしょうか、だったと思いますけれども、その当時から運営会議のですね、委員をさせていただいていて、でその頃からの、先生方の、あるいはスタッフの皆様、それから研究開発を進めている先生方の取り組みを見させていただいたようなことで、今日はそういったことも含めて、少しご紹介できればなと思います。で、藤山先生の方からはですね、この施設の大学研究コミュニティとの非常に多様な分野との連携だったり、で、それがですね、実際にはデータ共有支援と、それからデータ解析支援、それから人材育成という3つの柱ですね、ここに書いてございますけれども、によって構成されているということがご説明いただきました。で、その3つの柱というのは、右側の方に見ていただくと分かるように、いくつか6つのセンターですかによってこう担われているということが分かります。データの共有支援に関しては4つのセンター、それからゲノムセンターとデータ同化研究支援センターは、その解析の方の支援、そしてデータ同化センター、同化研究支援センターはいくつかの分野をまたがった支援センターとして、活動されているということです。で、大変ですね、この分野、データサイエンスという分野が非常に大きく、短時間に大きくなってきたということは皆さんご存知だったと思いますし、先ほどの藤山先生のお話にもあったところなんですけれども、野水先生に私は使わせてくださいとお話をして、ご紹介するものなんですけれど、これも藤山先生の方からもですね、詳しくご紹介いただきました。で、これを拝見したときに、なんて美しいんだろうというふうに 思いました。今までの第1期から、今は2022年ですから、ここら辺になりますでしょうか。第4期に入るまでのさまざまな取り組みが、一つのその帯というか、流れといいますか、ストリームになって、で、構成されている、組織化されているということがここに非常によく分かります。で、データサイエンス共同利用基盤施設 ロイス DS ですね、が始まったのはここに書いてございますように、やはり、2016年からですね、始まったということで、公募型の、研究自体はですね、融合研究プロジェクトとして、前々からあったものが公募型研究という形で、外とつながる形で研究を進められていくということ。で、また、支援事業としては、先ほどのパンフレットにも書いてありましたように、データ共有支援事業と解析支援事業という形で、この6つのですね、立場から支援をされているということ、そしてさらにもう一つは、人材の育成というところに非常に力を注いでおられるということが、よくこの中で分かります。それを取り巻いて、本部の方とか、それから戦略企画の本部の方とかっていうところも、こう強くされてきたということで、運営側と、それから
このデータサイエンスのその施設を支えるその前の10年約10年間ぐらいが非常につながりながら確固たるものができてきたんだなというふうに思って、改めてですね、とても新鮮でしたし、その先生方のご努力だったりご尽力というものがこの表の中に非常に詰め込まれているのではないかというふうに思いました。でちょうどですね、2010年頃だったと思いますが、先ほど藤山先生のお話にもありましたけれども、このあたりにビッグデータというような名前が出てきた、そのあたりをちょうどちゃんとキャッチをされた形でデータ中心のリサーチコモンズという事業が立ち上がり、これが大きく花開いてきたというところだと思います。でこれからこの第2部の方では活動を実際に進められている先生方に、成果がいろいろと具体的にご説明あると思いますけれども、私もデータサイエンスに携わる、一研究者として常日頃からすごく大事だなと思っていることをご紹介しながら、今のそれを振り返りながらですね、このロイスとのその取り組みともちょっと思いを馳せながらご紹介していきたいなというのがこれからのお話でございます。で、データサイエンスに求められる要件ってここに書いてございますけれども、データサイエンスをするにあたってこの分野が発展していくためにはいくつかの要件があるだろうなと、常々もうだいぶ前から思っていまして、で、その中で4つの要件を私としては以前から挙げているんですね。で、1つ目は、精緻で信頼性の高い巨大なデータセットそのものがですね、非常にこのサイエンス、データサイエンスを発展させるためには非常に大事であるというふうに考えています。で、いくつかの分野では、このデータセットをどうするかということがですね、非常に問題になっている分野も実際にはございまして、データはたくさん集められているということもあるんですけども、どうやって使ったらよろしいかとか、どういうふうにその処理をしたらよろしいのか、あるいはそのデータセットそのものがどういう、特性を持っているのかということがきちんとわからないデータセットというのは、世の中にたくさんあるわけです。で、例えばこの4つの要件の中の1つ のこの第1番目の巨大なデータセットというのは、そのサイエンスを、データサイエンスというサイエンスを進めるためには、やはりどうしても重要だなというふうに思っておりますので、その例をお示ししたいと思いますが、お示ししたいと思います。それからですね、もう2つ目というのは、一種、全然種類が違っていて、なおかつ巨大なデータから新しい情報、データそのものというよりは、そこに何かしら付加価値のようなものを付けた形での情報ですね、インフォメーションを獲得するというような流れといいますか、アプローチというのが非常に大事である。ここの2番目はですね、皆さんもうすぐにですね、イメージができるようなさまざまな手法だったり、それから機械学習はここにはもう本当に必須でありまして、不可避のような状態に今ではなっているということも少しご紹介したいと思います。もう皆さんこれはご存知のことだと思います。それから新しい用途や活用法を提示するということも実は本当は大事で、データがあるからといって、あるいはデータから出てきた情報があるからといって、それをどういうふうに活用したらよろしいのかということも実は示していく必要があるのではないかなというふうに考えています。例えばですね、新しい分野を開拓して、その開拓した分野がどういう意味を持つのか、あるいはその得られた情報をどういうふうに適用していけば新しい成果が上がるのかというようなこと、それからまた新しい記憶というふうにここに書いてありますけれども、データと情報の活用によって人間そのものの在り方自体もですね、実は変わっているのではないかというような指摘もあります。というので、新しい用途や活用法を、あるいはその影響というものを提示していく必要があるだろうというふうに考えているわけです。
で4番目は、まあ、こういった巨大なデータとか巨大な情報を自由自在にこう使えるようなシステム開発。これはどちらかというとハードウェア、ソフトウェア合わせてなんですけれども、センサー、それから計算、それから人が入っているその双方向の情報通信ネットワークや、その情報通信ネットワークをハンドリングしたり、それから使っていくのに非常に、使いやすい、あるいは直感に訴えやすいような、そういったシステムというものを今後考えていく必要があるでしょうし、そのデータのアーキテクチャの 4V と言われて、4V と言われてますけれども、量と多様性と速度と正確性が求められるような、そういったアプローチというものが非常に大事だろうと。で、いくつか、この4つについてはですね、もう皆さん、イメージができることだと思いますけれども、例えば、ずっと、これは、私自身の個人の研究の方で、やってきた、そのことから、考えている要件ではありますが、おそらく、この施設の中でも、こういった取り組みというのが随所に示されていて、で、なおかついろいろな成果が上がっていることを、上がっていることだと思いますので、それも、今後、合わせて、ご発表の中で少し思い出していただければと思います。で、1つ目から少しご紹介していきたいと思います。どんなその有効性というのが得られたかということを、ちょっと経験とそれから今やってることも少し含めてご紹介しながら、こんなことは非常にやっぱ大事じゃないかということをご紹介していきたいと思います。一つ目の巨大なデータセットっていうものを作るということなんですが、実はですね、ジャムステックに私、去年の3月までおりまして、で、そこで、地球シミュレーターっていうのは、そこにはスーパーコンがあるんですけれども、その特別通信課題というのの、運営みたいなことをやっていたわけなんですが、その特別推進課題の中で、地球温暖化施策決定に資する気候再現予測実験データベースというのを作りましょうということを、お願いしてですね、これはいろいろな方にご協力いただきながら、ここにおられる高藪いずるさんだったり、それから今、現在、環境研究所、国立海洋研究所の木本先生だったりに中心になっていただいて、このデータベースを地球シミュレーター上で作り上げました。で、どういうものかと言いますとですね、皆さんご存知のように、地球温暖化4度を上昇した将来気候になった時に、どんな気象の変化があるのか、気候の変化があるのかということを、調べなくてはならないわけなんですけれども、それまでといいますか、このデータベースの前はですね、通常、ここに見ていただくと分かるように、ワンメンバーで、一発計算をやって、そこからどんな現象が起こっているかということを、導き出していたわけなんです。ですが、実際には、このですね、このメンバーをもっともっと増やして、バラエティーを、要するに、その現象の分布というものをですね、もう少しそのテールの部分まで表していく必要があるだろうというふうなことは昔から言われてたんですけれども、なかなかそれが出来上がりませんでした。で、なかなか出来上がらなかったというのはどうしてかというと、やはり一つは計算機自身のパワーが追いつかないということが一つの理由でしたし、また、これは再解析データと申しまして、過去の事例まで遡って、検証しながら予測をしていくわけなんですけども、そういった非常にたくさんの手間がかかるというようなことを、みんなで協力するという、その環境がなかったんですね。ですので、この当時創生プロジェクト、それから気象庁の皆様、それからそれに付随を取り巻く研究者の皆様の、さまざまな方々のご尽力と、それから私たちのジャムステックの地球シミュレーター、この特別通信課題に携わっている人たちも、この中に計算の最適化とか、それから非常に適用できるような環境を作るというようなことで、非常に密に協力いたしまして、このデータセットを作ったわけです。で、そのデータセットというのは、ここを見ていただくと、下に見ていただくと分かるんですけれども、
今までは1メンバーだと、まあ、まあスカスカなわけですね。だけれど4度の世界、まあ、温暖化が進んだ時点でのこのテールの部分が見えるようになってきたというわけです。でこのデータセットはもうですね、2014、5年、6年ぐらいに出来上がったものなので5、6年前なんですが、とても皆様に今になって使っていただいているというような状況になりました。それはどうしてかと申しますと、やはり温暖化が進んでも、その、まあ、ここあまり申し上げませんけれども、まあ、そう進んだ場合の60年間の約から90メンバーもやっていますので、654の5400年間の事例を、まあ、積み上げたわけなんですね。まあ、そうすることによってその時間の変動とそれから現象の変動というのが表されるようになった。ですのでこの巨大なデータをどう使うかということは、まあ、これからも考えられていくわけなんですけれども、一つはこれ高山さんからに示していただいたのは、今までは200年に1回ぐらいの最大クラスの高潮というものが考えられると言われてたものが、50年に1回は起こりそうですよと。温暖化が4度進んだときには、まあ、150年から200年に一度と言われていた、ここでは、まあ、第2室戸台風クラスの高潮というものが50年に1回起こりますよということが、かなりの確からしさで言えるようになった。でこれは、まあ、データセットがあるからこそ言えるような話になっていまして、やはりデータというものが、まあ、ある方針に基づいた形できちっと、それから、まあ自然だとすればですね、環境というような自然の世界であるとすれば、それを包含するような形で、作られていくということが非常に大事だなということが、まあ、見てわかるわけです。で、まあ、2つ目の要件なんですけれども、異種あるいは巨大データから新しい情報を獲得しましょう。これはもう皆さんが非常にもう精力的にどんなところでもやられていることなんですけれども、例えばこの深層学習を使うデータがたくさんあったら深層学習を使いますというと、私がこれまで取り組んできたその環境問題の中での使い方というのに関してはもういろいろな取り組みがされ始めているところです。まだこれといったですね、非常にジャンプアップしたようなデータの取り組みだったり成果っていうのはこれから出てくると思いますけれども、一つは今までの深層学習を、まあ、環境とかそれから温暖化の変化によるその気象の変化というものに応用する仕方というのはいくつも提案されておりまして、これは2019年にものなんですけれども、例えばですね、このにゃんこだったり犬だったりの顔を識別するような、そういったパターンクラシフィケーション、パターン分類は、気象のこれは大気の方の流れ場なんですけれども、そこの色さまざまな特徴というところに、応用できるだろうとか、それからレゾリューションがですね、変わってで、表される特徴の質が変わるときには、それを統計的にダウンステイスケーリングしたり、それをブレンディングしたりすることによって、新しい、情報を気象の方あるいは気候でも得ましょうとか、それからビデオプレディクション、まあ、動画ですね、動画の時間が発展する様子から深層学習でショートタイムの予測をしましょうとか、それから言語のトランスレーションからは、時間系列の変化というものを予測しましょうとかという形で、いくつか全く違うこれまで開発されてきた深層学習の手法が気候というところに、気候や気象や地球環境というところに応用されようとしています。で、私も中西先生とご一緒にしているアプローチとしては、例えばですね、いくつかのデータ、全く違うデータを混合して新しい情報を得ましょうという、得られないかという試みをしています。一つは画像データからー
それを学習をしてテキストデータの文脈に結びつける研究とか、あるいはテキストデータの羅列、時間的な羅列からイベントを抽出すると、自動的にイベントを抽出するようなものとか、そういうことができないかというようなことをしています。でもう一つはですね、これは小山田先生、京都大学の小山田先生とお話ししている話なんですけれども、実際に深層学習というのでビッグデータからを使って新しい情報を作るには非常に大事なんですけれども、やはりその中身がですねどうなっとるのかというようなことをが分からないと、私たちは実はアクションするのに非常に大変なことになるわけですね。その因果推論というものを、まあ、動画通常の間にですね可視化の手法を入れてその因果推論ができないかということを、まあ、試みようというふうに話している部分です。でグレンジャーコーサリティとか、あるいはごめんなさい、とか、それからコンバージェントクロスマッピングといったような手法がいくつかありまして、例えば左側のグレンジャーコーサリティというのは、まあ、経済学の方の分野で発展してきた、まあ、理論ですね。そういったものを可視化の画像処理と合わせて、因果推論ができないかみたいなことのを、まあ、考えたりしているわけです。ですの でビッグデータというだけではブラッとそれから学習という、まあ、不可避な手法だけではなくて、そこがどうその中身がどうなっているかという理屈が分かることがやっぱりどうしても大事で、その理屈が分かることによってでどこにどういったアクションができるか、あるいはそれが有効なのかということが、まあ、分かるだろうというふうなことで、このあたりのことをやっていきましょうみたいな話にもなってございます。これも一つ その新しい情報を得ましょうというところの試みでもあると思います。でもう一つ、新しい4つや活用法を提示するというのも大事なことなんですね。でもうこれも非常に今話題になっている、ちょっと前にも非常に話題になったんですけれども、もう方程式解かないんですということで、まあ、そういう言い方をするとちょっとセンセーショナルですけれども、データを集めたらそのデータから方程式形を出しましょうという話が進んでおります。でこれもやはり学習を使う学習機能を使うわけなんですけれども、まあ、それによってここに書いてありますようにデータからその何らかの発見をしていくというようなことを、まあ、することができる新しい分野がありますよとかですね、それから経済学の方では法律、それから社会、それから経済そのものだけではなくて、さまざまなアプリケーションやテクノロジーがこう関係した中で、その経済というものをどういうふうに考えていけばよろしいのかというような新しい分野のですね、帯同が見られるようになりました。これは2015年のからの書籍からの方なので、もうかなり前からやられている問題ではありますけれども、さまざまなところに応用がされています。で皆さんもご存知のように今話題になっているメタバースですね。でそこにデータだったりその処理の仕方というものは必ず入ってくることになるわけで、今これがもう日本はかなり遅れていますけれども、かなりの投資がされているということが言われているということが近日の日本経済新聞でも指摘されてございました。まあ、こういった形でどういうデータ、巨大データあるいは学習、それをから出てくる情報というものをどういうふうに使ったら何ができるのかということを、まあ、提案したりあるいは見せていく、あるいはこんなことができるんだよということを示していくということが今後は非常にやはり大事になってくるのではないかなというふうに思います。でもう一つはですね、こういった123を、まあ、支える、まあ、技術としてはシステムというものは非常に大事で、例えばインテルの方ではハイパフォーマンスデータ分析というのを非常に標榜してございます。で AI と HPC、 ハイパフォーマンスコンピューティング、スーパーコンピューティングの世界ですね、それをどうつなげていくかということが非常に高くいろんなことが言われてますし、 IBM では、その AI やそれからライフサイエンスに、特徴付けたような形でアーキテクチャ
開発していこうという意識が非常に明白になっています。ですので、こういうようなアーキテクチャの中を踏まえた上で、先ほどお見せしてきた123というのが進められるということになるし、それが非常に大事なんではないかなというふうに、常々思っている次第です。で、この頃ですね、私は研究と教育、それから社会というのの関係がものすごく流動的というか変わってきてるんだなっていうふうなことをいつも考えさせるというか感じる機会が多くなってまいりました。で、研究と教育、ここの施設でもそうですけれども、非常にですね進められていて、なおかつ施設のその編成にも明らかなようにすごくシステマティックに非常に戦略的に進められているわけです。ところがですね、この社会の方がものすごく大規模に、あるいは流動的に変化している。で、イノベーションっていうことでもそうですし、共同とか協力とかっていうような部分でもそうですし、人材という意味でも社会とそれから教育と研究という2つの側面からが、これ3つのその三つどもえで矢印書いてありますねけれども、どっちかっていうとこの研究と教育と社会というところの行ったり来たりだったり、その両方の行ったり来たりだったり、あるいはツールの行ったり来たりだったり、人材の行ったり来たりかもしれませんけれども、これ非常に流動的になっているのではないかなというふうに考えます。で、それはどういうことかというと、必要なことと時間、それから求められることと、速度みたいなものが、均衡したり、競合したりしてるんですね。で、どのようなこの3つの三つどもえの関係の中から、どのような準最適解を生み出すかっていうのが、今後非常に大事になってくるんではないかなっていうふうなことをよく思います。つまりですね、研究と教育で必要なことと、それから社会から求められる、社会からの方の求められることとか速度の方がずっと早いんですね。で、ちょっと待ってくださいと言いたいんですけれども、そこにちょっと待ってくださいだけでは済まないんではないかなというふうなことを、どこかに皆さんも 心の中に置いといていただく必要があるんではないかなと、この頃思ってございます。で、そういったことを踏まえて、期待なんですけれども、一つは、世界の中の日本のって書いてありますけれども、この頃ですね、あんまりいろんなところで世界の中のとか、日本の中のとかっていうことをあんまり聞かなくなってしまいましたので、ちょっと寂しいので、ここに書きました。で、ここの施設はデータサイエンスの中核として、これまで以上に強力な牽引役を図っていただきたい、また担っていただきたいと思って、多分そういうふうに発展していただけるんだと思いますけれども、そういう期待が非常に大きくあります。もう一つで、先ほど社会と教育研究というところの考え方を言うと、やはり組織とか個人としてのユニークさとか個性みたいなのを、光らせていただく、これはもうもちろんなんですけれども、国内外の社会との共同とか協力とか、それからもしかしたら分担なのかもしれませんけれども、こういうことに対して時間の進み方とかですね、求められ方というのが非常に変わってきたりしていますので、そこに中に一つの会、今でも施設の方では一つの会をお持ちだと思いますが、その一つの会っていうのを示していただけると、私たちも安心して研究教育に携われるし、また社会から求められるロイス DS になるんではないかなというふうな期待を込めて、申し上げたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。